テント音楽祭2016フライブルク、ドイツ系ティメルアは、グルジア出身のイギリスのシンガーソングライター。本名、ケテバンメルア。1984年グルジア生まれ。子供時代をグルジアとロシアのモスクワで過ごす。内戦による混乱に怯えた、幼少期を経て、9歳の時に家族と共に、北アイルランドの北部の都市ベルファストに住み、13歳で、ロンドンに引っ越す。 16歳になり、ロンドン郊外のブリットスクールに進学。在学中に、プロデューサーのマイクバットに見出される。2004年デビューアルバム、Call of the Search を発表。その宣伝日と透明感を標榜する歌声で人気が爆発し、前衛アルバムチャートで6週ナンバーワンに輝く。その後、エリザベス2世女王列席の英国高齢チャリティ、イベント、 ロイヤルバラエティパフォーマンスに出演、女王から最大級の三辞の言葉を受けた。続く、セカンドアルバムは、欧州各国で、ゴールド、プラチナディスクに認定。2006年英国人女性アーティストとして、最多セールスを記録し、全世界での累計セールスは750万枚を超える。彼女は、世界最新ライブ記録というギネス記録を持っている。 上記のブリッドスクールでザクークスのボーカルであるルーク・プリチャードと出会い恋人同士になったが2005年に破局している2012年9月オートバイレーサーのジェームス・トスランドと結婚したありがとうございます